はい、皆さんこんばんは、いろいろ気になるでございます。今回もですね、ポケモンレジェンズアルセウス、ゲーム実況をやっていきたいと思います。はい、では早速いきましょう。なんか先ほどね、ツイッターなんか不具合出てたようですね、なんかログインできないとかっていうことでね、私もね告知したかったんですけども、ログインできないできないっていうことでちょっと焦ってね先ほどね、復旧したようで、告知もしまして、今に至るっていう感じですかね。はい、ということでね、今日はですね、急遽ね、やろうかなと思ったところなので、まあ1時間ぐらいかな、1時間ぐらいね、まあ探索だけやって軽く終わろうかなと思っています。なんせね、病み上がりなんでね、病み上がりというかまだ治ってないと思うんですけども、病み上がり中風ですのでね、はい、またねリハビリ兼ねてね、軽くやって終わろうかなと思います。一応1時間目安なんですけども、まあ調子に乗ったらまあもうちょっと伸びるでしょうね。まあまあその辺は状況次第ということで、はい、では早速いきましょう。前回がね、確か天眼の山麓か、はい、この辺の手前をね探索してたと思うんですけどもね、この辺とかでね、ここまで行ったかな。まあ、この辺行きたいですけども、せっかくなんでね、洞窟行きますかね。洞窟行きながらね、探索していきましょう。はい、ラフィスさん先ほどありがとうございました。あ、また引き続きよろしくお願いいたします。ちょっとね3日ぶりぐらいなんで操作がねおぼつかないかもちょっとねこの辺は探索しきったんで、アイテムを取りつつね、サクサクっと行きましょう。ほっ、いいね、相変わらずの身体能力。バレた、よし戦うか、よし怪力いけ。さあ初バトル、まあ、といってもね、レベルが全然違うんで、問題ないんですけども、さあ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 、マッハパンチ、あ、さすがに倒しきれんか。お、結構減るね。あー、まあ、ヒッター。怪力、いけるか。マッハパンチ。動けない。あー、まあ、これは大丈夫。はい、マッハパンチ。よし。まあまあまあ、この辺はね、問題ないですね。あ、頑張りの砂利。いいね。こう倒すとね、アイテムを落としてくれることが多いんで、これは嬉しいですよね。ディアルガにね、使いまくるっていうね、特攻。もう、使わないとね、アイテム欄がね、減らないんですよね、枠がね。なので、あ、やるか？いや、もう無視しよう。早く探索行きたいんで。あとはね、色違いとかね、その辺ちょっと見ながら。あ、更新データがダウンロードできましたってありますね。あー、なんかあったな、そういえば。アップデートしてなかった。あ、まあいいや。はい、ジュニーさんこんばんは。ありがとうございます。先ほどからね、続いてご参加ありがとうございます。さあさあさあ、入っていこう。結構ね、やっぱこういったゲームとなると、まあどうしてもね、不具合とか、バグというのがね出てしまうんでね、こういったね更新データというのは大事ですよね。昔のゲームだとね、もうなんていうんですか、ソフトとして出ちゃったらもうアップデートできないじゃないですか。また買い直すしかないとかね、あとはそのメーカーが無償で配布し直すとか、そういったことをしないといけないので大変だったんですけども、今はねインターネットを使えばこういったことがねできると、いい世の中になりましたね、本当にね。危ねえ。今、怪力のパンチをね、食らうところでしたね。
ああ、ちょっとこういうダンジョン系ね、苦手とまで言わないんですけど、もう迷いますね。暗いしな。あ、はい、船長さん、先ほどから引き続きありがとうございます。今日はね、探索だけをね、やろうかなと思ってますよ。よろしくお願いします。迷う。あ、抜けた。合ってるか？アイテムか。おー、ニューラじゃない。ニューラじゃないんだ。ちょっとアイテムをね、積極的に取っていって、こっちも。特にね、大丈夫そうですかね。ああ、クレゴさん、こんばんは。ありがとうございます。回復されたようで、ありがとうございます。ちょっとね、実は先ほどね、リハビリライブ リハビリライブですか。ちょっとね、やったんですけども、ね、ちょっとそこでもね、申し上げたんですけども、ほぼほぼ良くなってはきてますね。はい。お、なんだこれ。あ、これ壊せる？もしかして。いいね。怪力ちゃん、いいですね。アイテムがいっぱい取れるかも。おお、待って待って、びっくりした。ニューラじゃねえか。新しいポケモン出てきたかなと思いましたね。びっくりしましたね。このアイテムを取ろうとして、A ボタンを押しちゃったんですよね。こんな感じでね。それちょっとびっくりしましたね。はい、そうです。だいぶ良くなってきましたね。はい。まあ、最初、お、なんだあれ？あ、待て。これはあれじゃないか。あれだ、あれ。何でしたっけ？アンノンでしたっけ？これね、なんか普通にいましたね。おー、モンスターボールいける？注目できないもんな。こうですか？出てこないんだが。ニューラで登らないといけない。これ あれも取り方がわからんわ。まあいいや。ちょっと調べてからね。とりあえず見つけたんで、マーキングだけでもね、しておきますかね。マーキングできるかな？ああ、もうこれでしかできないんだ。一応ね、親分マークつけとけばわかるでしょう。はい、ということで、すいません。ちょっとね、話が前後しちゃったんですけども、だいぶ良くなってきていると思います。はい。今のところぶり返しはないので、はい、このままいけば、明日、明後日には、元に戻って、そして、来週からは仕事にも復帰できるという感じですかね。もうかかった、罹患した当日というんでしょうか。コロナとね、分かったその日はね、やっぱりちょっとへこみましたね。まあ、あれだけね、ライブでね、皆さん気をつけましょう、気をつけましょうということでね、発信をしていたんですけども、まさかね、かかるとはねっていう感じで。あとはね、体調的にもね、まあ、特にね、頭痛と高熱がね、ものすごくきつくてね、それから来るだるさっていうのもすごくて、いやーね、普通に、もちろんただの風邪とは思えなかったですし、インフルエンザよりもきついんじゃないかなっていうのがね、最初の印象でしたね。あ、います、います、います。ゴルバットいますね。ちょっとアイテム先に回収。お、なんか、あれですね。ここは行ってないな、まだ。あ、待って、この音楽。この音楽。この音楽、ちょっと待てよ。親分音楽じゃないか、これ。この音楽は親分音楽だろう。あ、あれは違うと思う。赤目じゃないもんな。
あー、なんか、いるね。いるね。深まる。深まるじゃないか。ちょっとゴルバット、さっき。うわ、待って待って。まずはゴルバット。ゴルバットは普通に捕まえるか。モンスターボールいけるか。さすがに厳しいかな。ああ、見つかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。親分にはバレてないね。よしよしよし。ちょっと倒そう。いやー、ちょっとねー、BGM でね、わかりますね。とりあえず氷の牙あたりで。氷の牙、早く回転欲しいですけどね。なかなか来ないね。岩盤の砂利は使いますよ。ちょっと。これですね。もうリアルがすごい強化中って感じですね。ああ、いつかさん、お久しぶりです。こんばんはということで、ごめんなさい。だいぶね、挨拶遅れましたね。ごめんなさい。ちょっとね、今ね、ポケモンレジェンズアルセウスね、先月末にね、発売されたやつなんですけども、ちょっとね、久々にポケモンのね、血が騒いだというか ちょっとね、配信やってまして、すいません。ちょっとね、ゲーム配信だとね、どうしても画面見ながら、でね、ちょっとやっちゃうんでね、すいません。コメントなかなか拾うのがね、遅くなって申し訳ないです。ありがとうございます。もしかしたらいつかさんもご存知かもしれませんが、私ね、コロナになっちゃってね、いや、もうちょっと大変でしたね。今、だいぶ落ち着いてはいるんですけども、罹患して5日目ですかね。明けて土曜なので5日目ですね。火曜日からなので、5日目なんですけども、いつかさんだけにいつか？ 5 日目？ まあまあ すいません。だいぶ落ち着いてきましたね。なのでね、リハビリ兼ねてね、先ほどは突発的に軽くライブをした後に、このライフワークにもなりつつある、ポケモンゲーム実況をね、今やってる感じです。いや、あれだけ注意してもね、やっぱりコロナなっちゃいますね。あー、バレた！マジ？いや、待て。ほら、反対側から行ったらいけるんじゃないか。あ、追いかけてきてる？あ、OKOK。今のはね、親分といってですね、普通のポケモンよりはね、強いのかな？珍しいというか。あー、バレた。ダメだ。3日ぶりだとちょっと腕がなまる感じがする。ちょっとね、珍しいポケモンなんですよね、親分っていうね。とりあえず氷の牙。はい、倒して、ちょっと落ち着こう。ちょっと落ち着きましょう。落ち着きましょう。落ち着きましょうね。ちょっとね。あ、そう、後ろか、ここからも行ける？あ、いや、つながってないんだ。つながってないし、ここからだと出ちゃうんですよね。さっきのとこ行かないといけないね、親分ね。ああ、また！ゴルバット。捕まえるか、余裕があれば。もう一回。よし。とりあえずね、まひらせて、まあ、いつものパターンですよ。まひらせて、よしよしよし。多分ね、倒しちゃうんでね、早技あたりで調整ですね。まあ、倒しちゃったらしょうがない。多分大丈夫。よしよし、いい感じですね。これで、ちょっとモンスターボールでいこうかな。はい、モンスターボールで。さあ、いけるか。あ、いけたね。あ、まあ。進化系だったんですけども、モンスターボールで無事いけましたね。はい、岩盤の砂は使う。
怪力しか使えない。はい、OK。 さあ、暗いね。暗いから見えないけど、これ実は上に何かあったりするわけではない。うん、なんかこれ実は海から行けるとか、あー、なんかありますね。偉大島でね、多分行けますよね。ほらね、あ、なんかいる。お、見つかった。さあさあさあ、うお、落ち着け。あ、水の中で戦える。おお、戦えるね。あ、すごい、忍者みたいだ。あ、しかも灯火、飛び心はある。ちょっと情報が多すぎる。とりあえずまひらせて、ドジョ、ドジョッチ、ドジョッチね。もう一回電磁波。あ、効果ない。あー、こいつさては地面か。あー、ドジョっぽいもんね。うわー、そっか。じゃあ普通にモンスターボール投げよう。いけ、水の中でも捕まえられる。よし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 、おお、何もせずともやりましたね。はい、ニューですね。うん、泥爆弾見たこと、あ、なんかいろいろ入った。あと親分捕まえたいけど、ちょっとこっちも気になりますね。うん、はいはい、抜けて、おおお、待て待て待て、あれ親分だろ。親分いますね。どうせイライトを乗ってるから、ちょっとカッコつけたいですよね。確かね、ジャンピング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 できない。ジャンプしながらね、捕まえることができるんですよ。ちょっと何言ってるか分からないと思いますけども、ちょっと待ってくださいね。灯火ゲットして、よし、バレてる？バレてないね。よしよしよし。ちょっと落ち着きましょう。なんかね、いろ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 あった。ちょっとね、コメント読んでいきますか。ツイッターご覧になりましたか？ありがとうございます。まあね、まさかまさかのコロナ罹患ですよ。うん。まあだいぶ良くなりましたけどね。うん。あとはあれかな。まあできるだけね、情報は共有したいということもあって、私の状況をね、熱が何度だとか、どういった症状があるだとか、まあそういったことをね、ツイートして、まあ少しでも皆さんの参考になればっていうところでね、はい、ツイートしてるんで、まあ参考になれば、よかったらね、そちらをご覧いただいて、参考になれればと思いますね。コメピューと棒読みちゃんを連携させると読み上げてくれて便利だと。私はゲームの時使ってます。あ、音声読み上げソフトみたいな感じですかね。あ、なるほどね。確かに最初はね、もうゲーム実況してて、ね、無言の時間が続くんじゃないかなと思ったんですけども、意外と喋ってますね、私ね。うん。あ、心の声が出ちゃってるんですけども、あの親分何？あんまり見ないタイプですね。あんまり見ないというか、ゴルバットとも違うし、深丸の進化？一応バレてない。あー、なんかでもあれだな、目が良さそう。いや、逆に目が悪いかもしれない。今、まだ注目できない。まだ注目。あ、来た。あ、まだか。あー、バレたね。あー、60。ちょっと待って。しかも、クロバット。
クロバットってゴルバットの進化系かもしかして。とりあえず逃げる。アイテムだけはしっかり。あ、で木の実でね、いつものパターンでいきましょうかね。ヘンデルとグレーテル方式で。クラボの実あたりで行こうか。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って。この辺ぐらいに投げて。はい。当てちゃうとね。こう引きつけて。行ったんじゃないか、これは。行ったんじゃないか。うわー、ダメか。いやー、今うまくいったと思ったけどね。待って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 。ああ、バレた。くそ。一時退避。待って待って待って。ああ、やばいやばい。これはダメだな。まず逃げよう、奥まで。よし、こうだね。ここはさっきの親分とはまた別だもんね。いや、道がわからんくなってく。お、待て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 。あ、こうなってるのね。あー、はいはいはい。ここからこうやって。あ、待て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 。とりあえずアイテムは取りますよ。後ろからね、もちろんね、見つかっても、戦って相手を弱らせて捕まえることもできるんですけども、ねえ、それだとね、ちょっと、ね、私の美学に反するというかね、うん。あ、待て待て待て。うわ、待て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 。逆やばい。まずいまずいまずい。逃げろ。よしよし。なんだろう、隠密に捕まえたいんですよね。いや、あいつ難しいな。ちょっとこのフィールドのあれがやりづらさをね、出してるんですよね。食べてる間って見えてないんじゃない？ほら、全然見えてない、食べてる間。あー、ダメか。待って待って待て。くそー、見つけ。ここ一本道だからな、なかなか。くそー、これじゃ木の実あげてるだけじゃないか。なんとかしてね。あー、もう必殺技使うか。そやかスプレー、そやかスプレーねえ。なんか悔しいね。なんか悔しいですね。これを使うか、使うか。使うか。ちょっと使ったらほぼほぼ確実にね、気づかれない。あー、悔しい。ちょっと木の実作戦でいこう。やっぱり投げる場所だよね。
今背中向けてる間にこの辺に投げて、あ、ちょっと待って、これ手前すぎるな。あ、待て待て、ちょっと投げる場所間違えた。よしよしよし、背中向けてる間に、あー、ダメだ、クソ狭い、難しい。ここじゃちょっと分が悪いね。あ、ちょっとこいつはスルーして、洞窟暗いですね、見づらい。ここにしよう。あ、待って待って待って、濃いなあ。ナマズ、ナマズですね。怪しい風、まあ、ちょっと適当に減らして、捕まえます。多分まだ捕まえたことない。もう一回、おお、待って、急所か。いや、でもまあいいか、しょうがない。よし、ここまでは近づけるんですけども、そっか、奥の方になる。わ、待って、これでね、投げる場所を、あれ、この辺じゃないか。よし、来た来た来た。で、こっちにも投げて、で、こっちにも投げて、で、こっちにも投げて、よしよし、いいんじゃない。背面から、よし、今度こそいったんじゃないか。よーし、来たー、よーし、捕まえた。クロバットレベル60ですね。はい、多分ニューだったかな、今ね、ちょっと見過ごしましたけども、はい、こんな感じでね、捕まえるのが私はね好きなんですよね。はい、ということで、読み上げてくれますので、コメントがつくとすぐ気がつきます。あ、コメントを読み上げるってことですかね。あー、なるほど、コメントを読み上げてくれるってことですね。あ、それいいですね。しか、ツイキャスでしたっけ？ツイキャスはそれやってくれるんでしたっけ？コメント読み上げでしたっけ？ちょっとね、あんまりよくわかってないんですけども。あ、なんかありますよね。コメントをなんか読み上げてくれる、ね、機能というか。あ、YouTube でもそれができると。あ、それはいいですね。まあね、ちょっとね、本当に夢中になっちゃうとね、コメントをね、なかなかね、おろそかにしちゃうんで、あれなんですけども、まあそこも含めてね、まあ、楽しんでもらいたいなぁとは思っていますね。
やっぱりちょっと喉の調子がやっぱ今一つというかあれですね。そのなんて言うんでしょうか、まだまだって感じがしますね。よし、あとはねもう一匹親分いたんで、そいつを捕まえたらねこの洞窟は一旦出れますね。ここだったかな、確か岩で壊してのここだね。まだバレてる？あ、まだバレてない。よしよし。ああ、ツイキャスはデフォでありますと。おー、ツールを使えば YouTube でもできる。うん。そうね、放置しちゃ、放置というかね、ちょっと見落としちゃうんですよね。うん、一応そうならないように画面上にね、コメントをなんとかね、ゲーム画面と共存しながら、ね、可能な限り出してるんですけども、うん。そうですね、今日はね、あまり長くはせずに、1、2時間、1時間、もう30分か、早いな。ね、そこまで遅くならないように、もう連日ね、休みとなると、5、6時間やってましたからね、本当に。平日も2時間くらいやってたりしてたんで、ちょっとあのゴルバット寝てないか、寝てる気がするね。親分の前に、あの寝てるだろこいつは。あ、寝てそう。あ、寝てる寝てる。あ、マジマジ、ハイパーボール投げとけばよかった。ちょっとあのゴルバットがね、ゴルバットがちょっとどうにかしないといけない。ほら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 、よしこっち来い。よしよしよし、来た来た来た。あとは引きつけて、よし、こいつはちょっと倒しておいて、あの親分との一騎打ちにね、挑みたいと思います。まあ、ちょっと適当に、まあこの辺ぐらいで。あ、食らってしまった。位置関係が悪かった。OK、 ナイス。あ、また頑張りの砂利入りましたね。はい、これもディアルガニ使います。 OK、 さあさっさっさ、こんな感じで。よし、あの親分捕まえたいですね。レベルがねどのぐらいか確かまだ見てないんで、まあ60ぐらいですかね。おっと、あ、38。おお、まあ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 、思った以上にね、まあレベルは低かったですね。であれば、お、後ろから。深丸ですね。深丸の親分ですね。うん。おそらく進化前だと思うんですけども、よし、行ったんじゃない？よし、あ、まあこれはね、捕まえられるでしょう。うん。あ、しかも重いサイズですね。やりました。さっきのね、さっきの親分の方がきつかったですね。ちょっとね、暗いんでね、早く出ましょう、ここね。なんかこの、ね、白く光ってるの気になりますね。あー、ただのグラフィック上の隙間みたいな感じですね。なんか穴が開いてるように見えますね。うん。さあ、捕まえたんで、戻ってますね、さっきのね。ここはね、親分の住処のようですね。特に上の方にも何もない。よし、では出ましょう。やっとね、明るいとこ行けますよ。洞窟はね、まあ苦手というかね、まあ得意な人はあんまりいないと思うんですけども。さあ、ここ。まあこの辺もでもスルーで行きましょうか。
ここですね。ここが出口なので、ここから、うわ、眩しい。なんか眩しく見える。多分めちゃくちゃ明るいはず。はい、ああ、出ましたね。明るいですね。向こう岸に渡ってますね。はい、じゃあこの辺をちょっとね、探索して、山中ベースもあるんでね、この辺を拠点に行きましょうか。さあ、パラセクトね、一応捕まえるか。図鑑タスクは、飛行タイプの技で倒した数、力技を見た数、捕まえた数がまだまだですね。うん、では捕まえてもいいかもしれない。こう草むらに隠れながら、よし、おお、はい。ああ、寝てる。ヘラクロスですね。奥の方で寝てますね。まあ、いうのはね、もう、捕まえたい。ああ、モンスターボールだけ大丈夫か。背面から行ってるから。ああ、ダメか。まあ、草むらにいておけば、ね。大丈夫。よしよし。やっぱり進化系だからハイパーボールか、ちょっともったいない気もするけども、背面から背中から行くとね、より捕まえやすいんで、今あと近づいた方がいいらしいね。よし、今よし、行ったんじゃないか。うわ、ダメ、マジか。うーわ。行ったと思ったけどね。早く行かないとヘラクロス起きちゃうんだよな。よし、これは。これを投げて。あ、寝た。寝たじゃないか。お前も寝るんか。よしよしよし。モンスターボールで一気に一気に。めちゃくちゃ近づいて。せーの。来たんじゃないこれは。待って。起きるのかよ。あ、起きちゃった。ヘラクロスも。あー、やってしまった。ちょっと油断しすぎましたね。いやー、あれはね、絶対捕まえられたと思うんですけどね。まあしょうがない、起きてしまったものはしょうがない。いやー、2匹ね、一気に捕まえられるかなと思ったんですよね。あー、起きてますね。まあ捕まえに行きますけども、もしかしたらまた寝るかもしれないんで。レベル37ですね。あ、ほらほらほら、これ寝るぜ。もう少しさ、寝る、絶対寝る、寝る寝る寝る。ほら、夜なるぜ、眠たいだろ。子守歌でも歌ってあげようかな。これ絶対寝るでしょ、これ。ほら、これ寝るでしょ。早く寝てくれ。あえてハイパーボールでいこうか。よし、寝るまでちょっと待ちましょう。ね。寝る瞬間をね、ちょっと見たいですね。こんな間近でね、寝る瞬間ってなかなか見れないと思うんですよね。目の前にね、あの五円玉をね、ぶら下げたいですね。うん。ちょっと周りの鳴き声がちょっとね、うるさいですね。
なんか泣いてる？いないよね。寝そうだけど寝ないですね。もうこれはどっちがね、根負けするか勝負ですね。絶対寝るまで、私は見守りたいと思います。まあ、先に私が寝そうだな、これ。まさか寝てないよね。ああ、いや、起きてるよね。絶対起きてるよね。これ目開けてるもんね。起き始めたか、もしかして。なかなか寝ないな。寝そうだったけどね。まあね、そういう時もあるのか。ただただ休んでただけかもしれないし。おっと。ああ、待てよ。確か夜行性かな。消えた！マジか。ゴールバットが。そうだ、こいつらの時間だ。ほら。よし、とりあえず捕まえた。あっちにもいる。ああやって消えて、モンスターが入れ替わるんですね。なんかね、ヒルキンと夜勤みたいな。あ、来た来た来た。寝てますね。寝てますね。寝てますね。ゴールバットの寝顔を拝見しましょう。見てください、この寝顔。めっちゃ寝てますね。捕まえます。いけ。さあ、行ったんじゃない？ああ、待って。なんで？モンスターボールじゃねえ。ああいった状態でも捕まえられないのか。あ、待って、奥の方に、なんか寝てるポケモンいそう。ハイパーボール、あ、ハイパーボール、ヘビーボールがいいかもしれないな。確かね、油断してるポケモンだと捕まえやすいんですよね、このヘビーボール。あー、バレた。マジか。奥のポケモンが起きないか心配だなー。ちょっと起きたっぽい。今日はね、調子が悪いですね。とりあえず捕まえよう。待て、あー、強いね。ちょっと待って、ドレインパンチ。まあね、今一つなんだけども。よし、ヒットポイントをもらいつつ。ああ、やられた。くそ、レベルが倍近く違うのに。まあちょっとね、相性が悪いんでしょうがないんですけども、これだけ減らせばモンスターボールでもいけるんじゃないか。あー、ダメか。もう少し、もう少し、まひらせるか。まひらせて、これだけね、状態異常、そして、ヒットポイント削ればいけるんじゃないか。あー、ダメ。マジか。こいつはちょっとあれかもしれない。あー、待て、耐えろ。よし、ちょっと贅沢ですけどハイパーボール、これだとね、ほぼほぼ確実に捕まえられますね。もしかしたら優秀な個体かもしれない。よし、
OK。ほな、これはね、ほぼほぼ、捕まえられるでしょう。僕のゴルバットがね、あ、夜に捕まえた数もあるのか。木の実のアイテムだけ。OK。さあ。復活させておこう。えい、あ、経験値のこれ使えばよかったな。怪力、あー、やっぱりね。えい、さあ、あとはレントラー、レントラー、まあいい傷薬あたりで。オッケー、さあこんな感じで。あのゴルダック気になるね。親分ではなさそう。普通の、あー、ゴルダック多いねこの辺。よし、捕まえてみよう。レベルは37。ああ、研究レベル2なんで、まだまだですね。あ、1匹しか捕まえてない。この辺ちょっと。さすがにモンスターボールはきついかも。あ、今。背中向けた。よし、来ましたね。見つからずにがない。うん、見つかってないと思うんですけどもね。あ、灯火、灯火見えましたね。そこのゴルダックもいける。あ、もうちょいだね。あ、今あとい、なんか油断しそう。待って、油断したの俺だった。待て、レントラ、レントラ、ほんと人間みたいに歩いてきましたね今ね。さあ、なんかね、いろんな技を見るってのもあったんで、あえてね、どうしようかな、電磁波だけあって、技を見ましょうかね、図鑑タスクを埋めつつっていう感じで。電磁波、おお、こういう時に限ってね、体動けないが多いんだよな。ほらな。どうしようかな、他のキャラに変えるか。あ、道具使おうか、あえてね。はい、 OK。 あ、いいね。そう、これ見たかったですね。で、あとは、早技、あ、早技じゃね、意味ないんだよな。あ、今一つだからこいつを使おうか。あの、2回動けるのはね、ちょっとまずいなぁ。まあ、電磁波入れるか。いや、一旦これで。あ、いいね。もうちょっと技を使わせて、図鑑タスクをね、埋めたいんで。もう一回こういうの置けば。うわぁ、倒しそう。倒しそうですね。電磁波。よしよしよし。アクアテール。これもあったような気がする。よし、そろそろ。もう危ない。よし、ハイパーボール。いい感じ。OK。まあまあまあ、あれだけやらせれば、捕まえられるでしょうね。捕まえた数プラス、思念、アクアテール、あ、思念の頭突きあった気がするけどな。まあいいや。
とりあえず灯火、灯火を取りに。あれ、夜にしか出ないパターンかも。おお、でもここ滝だね。あ、待て待て。あ、高い高い高い。あー、ここに繋がっているのか。あ、消えた。夜じゃないと出ないところですね、あそこは。一応マーキングだけしておきますかね。せっかく見つけたんで。これ痛いと大丈夫？あ、大丈夫だね。ここに出たということで。あ、まだ出てますね。よかった。夜限定かと思ったんですが、大丈夫でしたね。さあ、あとは。大塔に乗って、この辺コダックとかね。あ、親分もいたかな？確か、ここ。お、お、見つかった。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。よし、捕まえよう。ヒットポイントが危ないけども、とりあえずまひらせて、よし。あー、待て、耐えろ。耐えれないか。だよな、すまん。カビゴンあたりででかい。埋まってる。カビゴン大丈夫か。カビゴン大丈夫かな。ねえ、まあ大丈夫でしょ。多分倒しちゃうんで、投げるか。ハイパーオールだったらいけると思う。よし、来ましたね。カビコン、ありがとう。ありがとう。埋まっちゃってましたけど。あ、道具持てない。あ、これは。あ、頑張りの砂利は欲しい。頑張りの砂利は欲しいですね。回転の種。種。回転の種って。まあ、回転の種ってね、ほんとありそうですけどね。老舗のラーメン屋さんとかね。あとは、焼肉屋さんとか、あとは、サラダ屋さんとかね。回転のタレを使えばね、もうどんなサラダでも、焼肉でも、ね、ラーメンのスープでも美味しくなるっていうね、回転のタレ、ありそうですよね。うん、警備隊長に、あ、ここではすぐ使えないって感じですね。なんか、このものを使って、ああ、クラフトするか。クラフトして、減らしましょう。まず、ハイパーボールは作れるだけ作って、あとは、モンスターボールを2個作って、ボングリの実がないですね。あとは、元気のかけら。まあ、元気のかけらは本当に、元気のつぼみぐらいしか多分使わないですもんね。あ、いや違うな。すごい傷薬でも使えますね。こんな感じだったら多分隙間が空くと思うんで。OK。あとは。これはもちろんディアルガ。よし、いい感じでね、育ってきましたね。よし、あとはね、この辺。特に珍しいポケモンはいなさそうですね。パラセクト多いな。そしたらパラセクト狩りしてもいいかもしれないですね。まあ、捕まえるの失敗したらでもいいかもしれない。
あ、寝てる。寝てる寝てる。あ、寝てるの行きたいな。後ろ。行ったんじゃない？モンスターボールで心細いか。あー、ダメっすね。やっぱハイパーか。なんかもったいないんだよな。あ、捕まえられないんじゃ意味ないんでね。高タイプ。ベノムショック。とりあえずこの後ろから5。若干斜めですけども、いったんじゃないかな。よし。あとあいつ寝てるんでね。行きましょう。寝顔を見ましょうか。ね。ここまで来たんでね。起きてるように見える。起きてるように見えますね。さあ、寝起きドッキリ、いきます。正面から思いっきり。ったんじゃないか。来ましたね。はい、捕まえました。あ、寝てたら、もう正面でも大丈夫そうですね。いや、でも寝顔可愛かったですね。木の実、ちょっと来た。あとは、脅ししますね。脅ししますね。ちょっと捕まえて。木の実ね、取っといて。ボングリの実が欲しいな。全然ない。アイテム。BB 草か。よし。あ、なんかいますね。アゲハントかな。ガーメールでしたね。銀色の風を見た数。イヤタイプの技で倒した数。にはタイプないですね。まあ、5匹は捕まえて、見つからずに捕まえた数、倒した数もありますね。よし。さすがにハイパーかな。寝てくれんかね。ほら、おお、待って、ちょっと振り向いたけど。よし、来ましたね。あ、見つからず。あ、見つからず入りましたね。よかった。若干ちょっと後ろではなかったので、不安だったんですけども、おお、大丈夫そうですね。ちょっと風が出てきましたね。あとは雪ですか、これは。雪も、おお、吹いてますね。あの、脅しし行きますか。あ、意外と研究レベル6。まだ、ああ、捕まえてるだけですね。倒した数もないし。まあ、今回はちょっと捕まえますか。結構序盤で苦労した気がしますね。脅しし。今。お尻に向かって、ほい。ああ、違う。大丈夫か。あ、行きましたね。見つかったかな。ああ、それはないか。OK、じゃあちょっと上の方に。はい。おー、ほんとね、パラセクト多いですね、ここ。さあ。あ、待って、なんかいる。あ、ヘラクロスか。あ、これも、これもアイテムでしたっけ？あーですね。
よし、この辺は平和な感じですね。特に問題はなさそう。あ、でもここなんかウェブにいた気がするけど、気のせいかな。ああ、その奥ですね。奥に親分がいますね。よし。であれば、奥の親分を捕まえたところで、今日は終わりですかね。まあ、1時間。うん。ちょうどいい具合の、塩梅なので、あいつ寝てるぜ。絶対寝てる。あ、寝てはないか？油断してるだけ？寝てはないですね。ちょっとゆっくり休んでるだけのようですね。まあまあまあ、でも普通に後ろからね、近づいて、できるだけ近づいて。おお、待て、びっくりした。あ、待て待て待て、ビビりすぎだろでも捕まえましたね。あー、よかった。あ、下なんかありますね。いや、びっくりしたわ。あれだけ近づいて、あ、持てない。あれだけ近づいておいてね、いきなり泣かれたんでびっくりしましたね。うーん、ちょっとアイテム持てないな。向こうの見てからにしよう。ほら、砂の石。あ、星の砂か。星の砂。星の砂は持てない。持ちたい。売れるんでね、こいつね。うん。どうしよっかな。減らすか。クラフト。ボングの実7つ。1個しか作れない。モンスターボールもね、ちょっと欲しいですね。できるだけ。OK。これで空きが出ると思うんで、まずは、こいつ。煙も。で、こいつ。あ、待て。マジか。あ、煙でもって、確か、あれが作れるんじゃないか。あ、やっぱり。作れます。OK。で、星の砂が取れるんじゃないか。よし。OK。登りましょう。いやーね、ラピスさんね、マジ、ビビりました。ビビりました。パラセクトがね、起きてね、うん。あ、親分いますね。ガーメイルの親分ですね。捕まえた気もしますけども、あ、寝てる。寝てる。ヘラクロス寝てる。寝てる。絶対寝てる。寝顔を見る。あ、絶対寝てる。親分いますけども、まずは。あ、待て。これ起きてる。起きてるね、これね。起きてますけども、なんで気づかないんだ。こんな近づいてるのに。お、待って。なんでこう、一応捕まえたからいいんですけども、逆ドッキリ仕掛けられてる、もしかして。でしょうね。だとあのタイミングで起きるってなかなかないと思うんですよね。やられたわ。よし。では最後、あの親分を捕まえて、本日はね、終わりにしたいと思います。まあ、リハビリにしては1時間ちょいいいでしょう。では有終の美をね、飾るためにもね、木の実も使わず、捕まえたいと思います。あ、待て。うわ、バレた。待て。うわ、目がいいな。とりあえずここまで逃げれば大丈夫でしょう。よし。あー、ちょっと位置が悪いね。近くに雑草がないとちょっと。おー、待て、復活してきてる。ちょっとこの辺は無視して。
あ、この辺どうでしょうか。ね。よし、あ、この辺雑草あるんで。あ、ちょっとその前にこいつ捕まえてからですね。ガーメール。正面でいいだろう。よし。捕まえておいて、あの親分ですね。あー、逃げた。くそー。倒します。周りのポケモンをちょっとね、対応した後ですね。やっぱ1対1じゃないとね、捕まえるのはなかなか難しいですね。ありがとうございます。さあ行くぜ。あ、痛いだ。寝てないか。寝てはないか。おっと、ここまでですね。やっぱ煙玉レベルが多分40とかそのぐらいですかね。あ、来た来た来た。もっとこっちに来てほしい。あー、来ないか、さすがに。やっぱ木の実かな。木の実使うか。まあ使いたくなかったですけども、まあ木の実ぐらいはいいでしょう。この辺に、この辺に、エンデルとグレーテル方式ですね。気づくか。あ、気づきましたね。いい感じです。はい、こっちも。あとはこっち。あ、夜が来る、夜が来る、夜が来る前に決着つけたい。もう一個投げとこう。もっと投げとこうかな。よいしょ。何でも食いますね。まあいいことですよ、何でも食べるのはね。うん、こう投げつつ回るってのがいいかもしれない。雨降ってきた。あ、太陽が。よし、今今今今55。まあまあ高かった、まあまあ高かった。いったんじゃない。うわー、ダメか。気づけ。よし、気づいた気づいた。よし、気づけ気づけ。よし、投げとこ。行くぞ。行け。よし、行ったんじゃない。うーわ、マジマジか、やるじゃないか。うーん、あ、待て、また出てきた。まずい、かなり分が悪い、分が悪いですな。ただあいつは普通に捕まえる。よし。もちもちキノコいいね。ほんと、なんだろう。餅が長い。あ、待って。うわ、嘘。もう一回逃げる。バレてないんじゃない？あ、バレてるね。くそー。あー、バレてるな。一旦奥まで行って、よし、この辺ぐらい。
夜になるとまたポケモンが、出てくるポケモンが変わってくるんですよね。親分はね、一筋縄ではいかないですね。こいつはね、普通に、捕まえられるんですよね、後ろから。よし。あとはね、やっぱ親分ですよね。やっぱ木の実で、時空の歪みが発生しそうだ。あ、そういえばね、時空が歪んでるところ行ったことないですね。なんかね、強いポケモンが出てくるらしいんで、ちょっと興味がね、湧いてるんですけども。ちょっと待って、まずはこいつ。まずはね、引きつけて。ダメかな、あれは。ああ、やっぱダメだな。くっそ、めっちゃ怒ってるわ。どうしよう。悔しいな。いや、絶対に隠密で捕まえる。ああ、逃げろ。一旦引いて。大丈夫か。こいつにはバレてる？あ、バレてるね。危ない。こいつは倒そう。いや、捕まらんね、なかなかね。レベル55なんですけども、あれだけ油断させればね、いけると思うんですけども、なかなか捕まらない。いい個体なのかもしれないですね。ああいうのがね、血が騒ぐというかね、どうしてもね、ダメージ与えずに、ね、捕まえたいんですよね。まあでもそういう縛り入れてる人いるかもしれないですね、私みたいに。ね、戦って、削って、弱らせて、ね、捕まえるのはね、おっとっと、ちょっと近すぎすぎた。弱らせてね、捕まえる、ね、人ももちろんいると思うんですけども、あえてね、それをせずにね、純粋に本当に投げて捕まえるだけ。ね、そういう縛りプレイも面白いかもしれない。あと、親分は純粋に強いからね、その辺でちょっとね、戦闘するとなかなか苦労するっていうのもありますよね。ここだとちょっと、ここですね、やっぱりここの位置が一番ベストかもしれない。で、こうアイテムを使って、見てくれ、こっち。あ、気づいた。これは結構減るのが早い。はい、今。あ、結構長いな。し、これ今のうち。
食べてる時間が長いんで。この辺よし、今度こそ。さあ行ったんじゃない。お願いお願い行って。よーし来ましたね。はい、あー道具持ち消えない。あーでも見つからずに捕まえた数入りましたね。いやーレベル55にしてはなかなか苦労しました。うん、まあでもね、こういう苦労があってこその醍醐味だと思うんで、いやー嬉しいですね。うん、あとはね、この経験飴かな、経験飴 M 取りたいですね。どうしようかな、クラフトでアイテム削っていくか。あー作れない。どうすっかな、いい傷癖使って。お、満タン。あーキングリーフね。あ、満タン作れるけども作っとこうか。うん、これ秋が出るんじゃないか。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、なので、使っていきますよ。レントラー行こう。よし、復活するんですよね、レントラーがね。レベルアップした時にヒットポイントもらえてね、復活するんですよ。あとはアイテムちょっと回収して。あ、開いてた。あ、これ男梅出てきますよ、男梅。ほら、あ、出なかった。お、ドーミラーでしたね、失礼しました。やっぱり埋まってるドーミラー待て待て、なんだこの絵は。新婚ホヤホヤじゃないかこの二人めちゃくちゃイチャついてんだが攻撃しづらいでしょ、ここまで、ここまで近づいたら。あ、やっと離れた気づいたか、覚悟。捕まえます。あ、待って、2対1なってるな。パラスもいますね。ドーミラー多分あんま捕まえてないんで、多分ね、ちょっとハイパーボーラー隊で捕まえておこう。OK、 まあまずは捕まえてね、ドーミラーを捕まえて、その後パラス。あ、毒った。さあパラスはねだいぶ捕まえてるんですけど、一応捕まえとく。さあいけるか。よし来ましたね。うん、OK、 あー玉石、あ来ましたね。いや鉄のかけらももらえた、いいね。多分ハイパーボール作れる。あ、あーボングリの実がやっぱないですね。うーん、アイテムよし。男目かなと思いましたけども、ドーミラーでしたね。うん、はい、ということで、あ、元気のつぼみがある。取れるかな、取れるかな。あ、取れた、よかった。これも取れるか、取れない。まあ、いっか。よし、じゃあちょっとね、キャンプに戻りましょう。ちょっとね、この辺ね。この辺まだ行ってないですね。あ、時空の歪みはここですね。あ、落とし物もいっぱいありますね。これもちょっと取っていきたかったですけども、今日はね、ちょっとこの辺で、終わりたいと思います。ベース、山中に行くか。次はこっちでやると。はい、ちょっと報告してみましょう。レベル上がるかな、どうでしょうかね。あれ、話しかけられないんだが、なんで、なんで話しかけられない。待て待て、これ二人は一つみたいになってるじゃないか。はい、あー、できましたね。まあまあ捕まえましたね。おー、報酬入りましたね。これで、ポーチ拡張できそうです。はい、
あとは団員レベルがねどうなるか。はい、お願いします。あ、惜しい。あと120ポイントでしたね。いやー、無駄に戻らなくていいか。うん。調査を続けますと。はい。ということで、あとは道具を整理して終わりたいと思います。時空の歪みね。行きたいですね。時空の歪み。すごいね、ポケモンが出るらしいんですよね。うん。とりあえず、木材ではなかった。星の砂。あ、ですね。星の砂を打って、うん、こんな感じですね。で、あとは、アイテムを整理しよう。木材移動して、カイデンの種、移動して、うん。あ、あとこれ使おう。これね、岩盤の石。あ、まだ使えないかな。で、ちょっと移動しておいて。うん、こんな感じですかね。OK。で、使えるキャラがいればいいですけど、ポケモンがいるか。あ、レントラーいるわ。ちょっとね、ディアルガに使いたいな。ということで、やっぱり戻そう。まとめて、OK。こんな感じで、あとは道具を整理して、はい、終わりですね。今日はこんな感じで、終わりたいと思います。なんだかんだ言って1時間20分近くですかね。やっちゃいましたね。まあ、リハビリとしては、まあ、こんな感じでいいでしょうか。明日はね、井戸端やるかどうか。まあ、明日次第ですね。体調次第ですけども。現時点でもね、本当に、頭痛もしないですし、ね、熱も測ってみるか。熱もね、まあ、触った感じもないですし、うん、だるさもだいぶ取れてきましたね。6度7分、うん、熱もないですね。喉痛もないですし、だいぶ本当にね落ち着いてきましたね。うん、罹患した当日ですとか次の日とかってのはすごいねだるくて、頭も痛くて熱も出てて、これはきついなと思っていたんですけども、まあ適切に対応できたっていうところでしょうかね。うん、まあ明日からちょくちょくまた活動できそうなので、またちょっとね、本調子に戻るまでは、まあ、こんな短時間ぐらいで、やっていこうかなと思っています。まあ、来週にはねちょっと仕事復帰したいんでね、早くね。はい、という感じで、本日はこの辺で終わりたいと思います。本当に皆さん遅くまでありがとうございました。また明日以降ですね、ライブするかはまたツイッターあたりで、情報を出したいと思いますので、よろしかったら、ご確認いただければと思いますし、まあ、明日ぐらいまでは、まあ、自分の体調のね、報告ではないですけども、ツイートをして、まあ、だいぶ良くなってきたっていうことでね、まあ、適切に対応すれば、5日ぐらいでは、まあ良くなると。あくまでも私の場合ですけどね。同じ家族でもね、症状変わったりするんで、なかなかね、違いにはちょっと言えないんですけども、まあ私のケースとしては、5日あれば、まあ大体良くなってくるという感じでしたね。はい。まあ細かいところはまた明日以降で、ちょっとツイートをしたいと思います。はい。ということで、当ライブはこの辺で終了したいと思います。また明日以降ね、ライブするかと思いますので、もしよろしかったら、次回のライブでお会いしましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。